はい、えー、皆さん、こんにちは。中学受験ママスクール4ブリス代表しております、関西美沙です。いつもありがとうございます。えー、本日はいくつかね、あのこちら動画コースの、えー、ご説明をね、させていただきたいなと思いまして、急遽、えっ、ー、と、はい、この動画をね、撮っております。はい。で、あの、すごくね、関心持っていただき、多くの問い合わせありがとうございます。 あのそんなね皆様にあの不安なく安心して申し込んでいただけますように、えー、またねあの今日少し補足説明をさせていただきたいと思いますあの前回ね動画説明会を送らせていただきましたが、まあ、ちょっともうちょっと具体的にフォーブリスの流れとかやり方っていうところ そこをサポートの内容とかね、そういうとこをお話ししていきたいなと思っております。はい。で、えっと、親子の絆を深めて合格する子に育てるっていうところで、えー、8年間、あ、7年間やっておりまして、もう今回は、えっと、ちょっとね、休憩ができなかったので、動画コースっていうのをね、作らせていただきました。というのも、あのー、 実際ね、コロナの7年間、えー、ブリスを卒業した方は100名を超えております。で、そんな中、皆さん、本当にもうあのテキストとか動画とかね、本当にあのもう一生の宝物ですとかね、もうこのテキストは、着受験終わってからも,もう子育てのバイブルになりますとか、自分の人生にも使えるようなこととかね、ありますので、着、うん、受験が終わっても子育てってまだまだ続くし、 まあお子さん中学生高校生大学生とね育っていくわけですよ。うん。まああのー、特に中学生になってからもやっぱりねお母さんのサポートって、うん、もうちょっと必要かなって特に男子はね、うん、っていうところなので、まあ、そのすごく、あのー、この濃い濃い内容 うん、いろんな私、もう書籍500冊とかね、もう本当、家に山積みなんですけど、まあ、読んで、また私自身も、石田先生はじめ、いろんな先生、安澄京子先生とか、小川大輔先生とかね、いろんな先生から学んだこと、本を読んだことっていうのを結局集約しているので,、うん、で、なおかつ心理学、脳科学、 ね、コーチングメンタルトレーニングっていうところを入れ込んだブリスの内容っていうのは他にはないものなんですね。うん、なので結果が出るはい志望校合格にあのだけではなくあの本当に幸せな中学受験をしていただくっていうところそれは何かっていうとやっぱり親子の信頼関係絆 うん、親子喧嘩をしなくなるわけじゃなくて親子喧嘩はしてていいんですよただお母さん自身の心の持ち方とかあり方が変わっていく、うん、ので、まあ、その、ね、ブリスの,あの講座をやっぱりできるだけ多くのママさんにお届けしたいと思っておりましたであの今働くお母様は本当に増えておりますうん なので、どうしても、やっぱり、あの、ね、あの定期的に講座に来れないとか、うん、っていう問題がありますので、やっぱこの動画コースを作って、皆さんのペースで学んでいただきたいと思ってね、こちらを作りました。まあ、えっ、ー、と、はい。じゃあ、ちょっと説明していきますね。う <laughs> ん。そうですね。はい、うん。あの、このブリスの目的。 親子で幸せな中学受験をしていただくこと、えー、受験の本当の成功に導くこと、その後も続く子育て、人生に役立つマインドを習得していただくこと、ね、そういうところを目指して、えー、こちらをあの動画コース作っております。うん、で、えっと、プログラムの内容なんですが、えっと、うーん今回はちょっと あのこのね 10, 10, 10個ですね十個に絞って講座をお伝えしております。うん、でつずつお話ししますとまずタイプ診断ですね。我が子はどのタイプ親子に合った親のサポート法ってね子供に合った子供のタイプ診断を、まあ、石田先生のマルチシングルはもとより それだけではなくて4つのタイプ診断ともう1つ、えっと、6つのタイプ診断っていうのもやっていただきます、うん。やっぱりお子さんの性格とかタイプをよく理解していただくっていうことがファーストステップで行っていくものですね。なので、あのー、これまでとはやっぱりプリースでちょっと変えていってほしいんですね。今まで同じような あの声かけだったり接し方ではなくてやっぱりここで学んだことをぜひ実践してお子さんに合ったやり方っていうのを模索していってほしいんですうんで本当に一人一人みんな違うじゃないですかみんな違ってみんないい一人一人いいところがたくさんありますねなのでまあこのブリスを通して中学受験を通して これからも子育て続くので子どものタイプをよく見てその子に合った子育て中学受験をしていく、まあ、その土台となるこのタイプ診断なんですねだからまず1回目にここを行っていただきたいと思いますで、えっと、その次にあとは、えー、っとどこの講座からやっていただいても大丈夫です皆さんのちょっと 早くこここ知りたいっていい。うものから学んでくださいこれまでのブリスでは10ヶ月でこれを順番にやっていったので早く、ね、こっち志望校の選び方知りたいと思ってもまず順番があったのでなかなかねそれを変えることできなかったんですけど動画コースのいいところは皆さんが皆さんが必要なものから学んでいただくことができるし 何度でも繰り返し受講して、えー、落とし込んでいただきたいっていうところですね。うん、で、えーと、どういう講座があるかなんですけど、やっぱ家庭学習スケジュール管理法。まあ、あの時間管理っていうのがものすごく重要になってきます、中学受験ではね。まあ、もちろん4年生、5年生、6年生で時間管理の方法ってはっきりで違ってくるんではあるんですけど、 あの本質的なところを私はお話ししますから4年生はこうしてください5年生はこうしてくださいではなくて本質的なところを時間の使い方とか優先順位のつけ方っていうところをお伝えしていくのでそれをその都度4年生5年生6年生で皆さんが応用していっていただくことなんですよねまあもちろんその中でも具体的なやり方についてもお話ししていす あるので、うん、それれ実践していいただければと思います、うん、でこの時間の時間の使い方、スケジュール管理法、これははっきり言って実は大人も使えるんです。自分も私もやってることなんです。私自身が自分のスケジュール管理、スマホでやってますけど、それでやってること。で、なおかつ、 マルチタスクのお母様だったら、ぜひお子さんの時間管理をしてあげてほしいですね。なので、これはね、明日の2時からリアルタイムであの講座を開催しますので、もし今、今日、ホーブリス動画コース申し込みいただいた方は、明日無料で参加することができますので、ぜひ、えー、ご検討ください。はい そして、えー、3回目は知らないと損、子どものやる気を高める10選でね、はっきり言ってやる気、大事ですよね。皆さん、えー、大逆転オンライン動画セミナー見ていただいたでしょうか本当に、まずお子さんのやる気がないと、まあ、もちろんやる気がなくてもできる子はできるんですけど、まだ小学生のお子さんなのでね、本当にこの うん心の持ち方とか前向きに勉強に取り組む姿勢っていうのがすごく重要になってきます。はい、でこれはねもちろん今知っておけば高校受験、まま、も,もしかしたらねあの公立中学になって高校受験するかもしれないし、えっと、私立中学入っても定期テストってあるんですよ。受験はないけど毎回中間。 期末テストってやっぱりあるので、まあ、そこに向けてやる気を高める方法とかねいう話もにもつながるので、えー、ぜひねでお子さんがまだ4年生とかそれ以下、あのー、低学年の方でもゆくゆくやっぱりつあのこ,これをねやっていただくことで皆さん自身の子育てのやり方が変わってきますうん。 別に勉強しなさいって言わなくても勝手にやってるし、うんまあ、成績も上がってくるわけですよ。はい、であと、まあ、ブレブレな自分にさよならする、えー、受験の軸皆さん自身にあのこのマインドねお母さんのこの軸を整えていただくっていうお話あとポジティブ思考の作り方。<laughs> まあどうしてもマイナス思考だったり、ついついあのネガティブにばかり考えてしまうっていう方には、このプラス思考、ポジティブ思考の作り方についてお話ししていきます。はい。もちろんこれは自分の人生にもね、とても重要な話になってきます。そして、えー、次に、しぼこ選びですね。ものすごい重要なしぼこ選びです。はい。あの、お子さん、 の、うんとまあ、偏差値軸ではなくてやっぱりお子さんが将来何をやりたいかどんな中高生活を送りたいか、ね、お子さん自身にとってこう実現したい未来っていうのは何か、まあ、そのための志望校選びになってきますなので、えっと、本当にねこの志望校大事です まああのよくねご相談あるんですけどやっぱり子どもの志望校とお母さんが行かせたい学校が違ってバトルになってしまうっていうのもあるんですけど、まあ、そうなる前にそうなる前に、はい、あの志望校の選び方はね、うん、まずお母様自身がご、まあ、主人もそうですけどねあの親の方がしっかり選ぶ方法っていうところをねお話ししていきます。はい あと、子供に合う集中力アップの勉強法、学習環境。うん。あの、脳の特性から、もう皆さん知ってる方は知ってるかと思うんですけど、視覚タイプ、聴覚タイプ、体感覚タイプっていう、脳のね、タイプっていうのがあるんですよね。まあ、それを診断する方法、診断していただいて、ワークがあるので、それで診断していただいて、お子さんの脳のタイプに合った 勉強のやり方に変えていただく。これでより記憶に定着しやすい集中力が上がるっていうやり方もうほんとねこれは絶対知っておいていただきたいようなことですうんであの自分の勉強のやり方と子供は違うっていうことなんですよねだから 塾から言われた通りにこれをやりなさい、こういうふうにやりなさいって言っても子どもはやらないっていうね。っていうのはやっぱりこの脳のタイプが違う、まあ、もちろん成長も違うっていうのもあるんですけど、お子さんはまだまだ幼いっていう脳が発達しきってないっていうところもあるんですけどね。<laughs> 失礼しました。はい。なので、えー、とその脳のタイプからの子どもに合った勉強法っていうところを えー、お伝えするのと、あと、えっと、昨日のママカフェでもしましたけど、学習環境ですね。家庭の中の学習環境を見直していただく。これは、まあ、アメリカではもう当たり前のように取り入れられていることなんですけど、あの、えっと、この光とか音とか、あと、五感ね。うん。あと、この空間とか。 うん、で、そういう脳というかうーんと、お子さん自身がどういう環境で集中力が上がるか、どういう環境だと集中できないかっていう、そのお話をしていきます。はい、あと、苦手を克服親の声かけと科目別、えー、勉強法。今日、この後ね、2時から開催しますが、動画を撮っておきますので、 やっぱりね、志望校合格に必要な苦手分野を克服すること、これはもう避けて通れない道です。うん、なので、まああの、私がやるのは、私は家庭教師でも塾の先生でもありませんが、えー、その,あのメンタルね、うん、心理学、脳科学を学んで、やっぱり、 あの塾の先生にね皆さんも相談したことはあると思うんですよ。で、えー、と例えば国語の記述が上がらないのでどうしたらいいですかとか算数のどうしてもこう図形が苦手でどうすればいいですかねっていうことはね塾の先生に聞けばわかることなんですよ。プロの家庭教師の先生に聞けばわかることなんですけど でもできないってありませんそう。もうその根本的なとこなんですよ。うん。お子さんのまず心、あの、本人が要は苦手を克服したいって思わないと、結局、いくらこっちがアプローチしたって、いい勉強法だよって、これをやって、やったら大丈夫って言ったところでやんないんですよ。だから本、根本的なところから、 脳の,の話からねお話ししていきます。はい、で、えーと、あと偏差値アップの決定版、試験得点力ですね。やっぱりいくら家でできてても本番でできなかったら意味ないじゃんっていうとこなんですよね。そう。だから試験でどうやって得点を上げていくかっていうとこ。家でできてて、試験でできないっていうのは本当困る。一番困るじゃないですか。 うん、だから確実に試験をで点を取るにはどういう親としてサポートができるかっていう話をしていきます。はい、いっぱいありますよ。お母様ができることお母様にしかできないことってたくさんあるんですよ。はい、で入試を突破できる心の強い子に育てる。 まあ、あの石田先生のお話からメンタルトレーニングと、まあ、あの声かけとか、ね、会話について、ね、お話ししていきます。はい、あと、去問講座ですね。えー、この過去問分析対策講座は、本期はさら、えー、にバージョンアップしますというのも、安澤、うん、美京子先生が新しい本を。 されまましししたたたよねここちちららははいいい失礼の方すごく前回より2倍ぐらいは分厚く、うん、1.5倍ぐらい分厚くなってますよね。前回持ってます。私もありますが、これをベースにやるんですけど、これだけじゃないんですよ。私がやってるのは。うん、これは今回見たら前回より全然格段にバージョンアップされていますので、 えー、皆さんにこれプレゼントをお付けします。ブリスの方には、こ,あの,この本全員にプレゼントさせていただきますが、えっと、私が皆さんにこれをお伝えするっていうのは、これ皆さんね、読んでも分かりますっていうとこ。大丈夫って、これあの、すごく詳しくは書いてあるんですけど、 全く素人のお母さんがこれ読んでどこまでできるかなっていうところなんですよね、うん。なので、もっと分かりやすく皆さんでもできるようなやり方をお伝えしていきます。これはもう毎年大,もう大好評で、えー、こちら、ね、学校の分析対策講座、うんあ。ごめんなさい、失礼しました。えっと プレゼントがあるのは、学問講座に申し込んだ方のみですね。うん、失礼しました。ブリスの方は、えーと、これは動画しか送られていきませんので、動画を見て受講していただくことになります。はい。すいません。で、あのーうんと、ブリスの方は、動画しか、あの今回、動画コースなので、動画しか、動画とテキストしか送りませんが、 この過去問講座は、ぜひね、対面で受講されるのがおすすめなんですね。うん。だから、えっと、ブリスの皆さんは、ここ大事、ちゃんと聞いておいていただきたいところ。うん。ブリス動画コースの皆さんは、対面で参加される場合、無料でご招待、ご招待します。で、なおかつ、会場費、 申し訳ございませんが、会場費を3000円だけご負担ください。いいですか会場費3000円はご負担いただくんですが、ブリス動画コースの方は、対面でご参加が無料でご,紹介ご招待させていただきます。はい。よろしいですかね。 えー、7月15日に、7月21日、8月7日、8月25日、この4回のどこかに来ていただければと思いますので、プリスの、あのー、動画コースの方、えー、とーまたねあの、ご希望をお聞かせください。はい。<laughs> はい、大丈夫ですか、はい、で、基本、これは、 10本動画じ、実はね、ここには書いてないこともプラスであったりするんですよ。だから10本以上の動画があります。動画を送らせていただきます。あとテキストとワーク、詳しく書いたテキストとワークも、えー、ありますので、うん。なので、あのー、皆さんのペースで学んでいただくようになります。えー、働いていても大丈夫です。ね。 えー、下の子がいても大丈夫です。はい、えー。なので、皆さんのペースで学んでください。はい、大丈夫ですかはい。ええー、っと、私の顔が出ないな。はい。皆さんの、あのー、ペースで学んでいただいたり、あと、具体的で実践しやすくなっています。 でえー、と石田勝則先生、ご存知かなと思うんですけど、はい、石田先生の教育メソッドをふんだんに取り入れていますので、実績、効果のある内容となっております。ご安心ください。はい。はい。大丈夫ですかね。ヒンにしときますね。あ人あ人、ご参加ありがとうございます。お名前、匿名で大丈夫ですよ。はい。 大丈夫ですかねうん。うん。うんと。うん。はい。で、あと、えこれはなんで私の顔にならないのかなで、こっちを、はい、ピント目してで、はい、できた。はい。 動画コースの進め方なんですけど、えー、まず、事前課題を出していただきますっていうのも、まあ、アンケートですね、はいえーと。それを書いていただいて、うん、で、お送りしていただきます。であと,あとそ、それが送られてきましたら、えー、動画講座を。 お渡しテキストとワークのリンク、動画と、ね、テキストワークのリンクをお渡しするので、えー、すぐねあのスタートしていただいて大丈夫です。で、ね、1つの動画を見終わったら、講座ね、1つ講座が終わるたびにアクションシートっていうのを出していただきます。うん、で、そのアクションシートを書いて、えー、どういうものかっていうとね、ちょっとこちらで共有し 1>, ううん、1個、あの講座が終わった後にこのアクションシートっていうのを出していただきます、まあ。受講前の気持ち、受講後の気持ちの変化とか、講座の中で一番印象的だったところとか、ね、あと、行動3つ書いてくださいってね、ね何をどうするか自分で決めていただきます。で皆様この決めた行動を、えー、実践していただくことになります。うん まあ、感想ですね。感想アンケートと行動を書く。で、これを写真撮って、で、えっと、動画コース専用の LINE グループを作っておりますので、そちらから写真を送っていただくことになります。えー、その LINE グループは、えっと、マンツーマンで私に届くので、他の人には見えなくなっておりますので、ご安心ください。うん。 で、アクションシートを書いていただきましたら、それに対して私がフィードバックとアドバイスをさせていただきます。はい。っていうのが毎回、まあ10回分あるっていう感じですね。うん。で、皆さんは、えー、まず書いたことを行動していただくっていう流れになっています。また、えっ、ー、とね、あの、ホーブリス動画コースの方限定で、お子さんの メンタルコーチングっていうのをさせていただくのも可能です。はい。これはマンツーマンですね。マンツーマンでご案内させていただきます。はい。えー、ご希望の方はね、あのまあ、ちょっと有料にはなるんですが、うん、またご案内させていただきます。で、あと、ご感想があって、 であそう、こういう方は、ちょっとね、受講はお控えいただきたいっていうところがあります。不満とか愚痴ばかりで全然行動しない、ね、っていう方は、ちょっとやめた方がいいです。あと、できない言い訳ばかりする方も、はい、あの、ブリスではやっていけないと思いますので、えー、参加しない方があのいい方だと思います。あと、否定的だったりと、工夫とか改善を全くしようとしないっていう方は、 あのお金もったいないのであの受講はお控えください。はい、はい、あと,、うん、と、オンラインサロンですね。ホ、えっと、ーブリスメンバーさん限定のオンラインサロンっていうのを不定期でさせていただきます。はいでそこで、あの他の、ね、方との情報交換だったり、あと、私への質問とかご相談、マンツーマンでご相談あの乗らせていただきます。うん あそれはもうみんなの前で一問一答で皆さんの質問相談にお答えしていくことになりますはいただね2名以上集まらないとこちらは開催されないので皆さんの都合が合う日をまああれば開催っていう感じになっていきますあとはママカフェにも先行案内させていただくのと先ほどお伝えしたお子さんへの受験メンタルトレーニングコーチング っていうのをマンツーマンンツで、させていただく優先枠があります、はい、で今あの、こちら、本当はね、今までームリスって10ヶ月で毎月2回講座やって、で、毎月マンツーマンセッションもやってたんですね。マンツーマンで個別セッションもやってて、で、10ヶ月で34万円から37万円で、えー お渡ししていたものなんですが、今回はそのマンツーマンセッションがないっていうことと、まあ、あのー、私が、あのー、講座を直接、ね、あのー、リアルタイムでやるっていうのではないので、今回はこの11万円で、ね、34万円が、今回は11万円で、えー、ご提供させていただきますが、 期間限定。期間限定で30%割引で7万7千円。さらにです。さらに6月末まであと29 30。あと2日。あと2日。明日までにお申し込みの方は6万円で。も、え、う、ー、もう、もう本当にお得すぎるほどお得だと思います。はい。なので、えっ、ー、と、 そうですね。ぜひこの機会にっていうご検討いただければと思います。であと動画なんですけど、えー、っと、どこに書いたっけなあのー、あれ申し訳ございませんど。皆さんね、なかなか分かりづらいかなと思うんですけど、すみません。この動画なんですが、あ、ここここ、2027年1月末まで、えー、動画は あの見ることができますので、今、小学4年生の方、今、小学4年生の方の6年生の2月、受験が終わるまで、えー、ずっと見ることができますので、ご安心ください。はいえっと、LINE サポートは今回、ついておりませんので、そこは、えー、ご了承ください。ただ、ご希望によっては、LINE コーチングっていうのを今、 えー、販売しておりますので、ご案内しておりますので、時々募集させていただきます。ので、えっと、やっぱりね、毎日のサポートが欲しいっていう方は、LINE コーチングにお申し込みください。はい。それもね、ご案内させていただきます。で、あとは、あの、うん、オンラインサロンは不定期。 えー、2027年1月末まで、まあ、この動画と同じですね3年あります3年間ねオンラインサロン、えー、定期的に開催したいと思いますあ不定期か不定期に開催しますが、まあ、もちろんねちょっとやっぱり集まらないとねあのオンラインサロンに意味ないので、まあ、2名以上集まればっていうところですねはいあと,、えー、と動画なんですが 今ね、この10本ありますが、え今後ん、10本の動画をバージョンアップする可能性はありますので、まあ、もしね、バージョンアップしましたら、その都度ご案内していきたいと思います。はい、でこちらの過去問講座は、えっと、動画だけっていうよりも、ぜひ対面でご参加いただければと思います。 よりね、私がやったものをお見せしていくので、詳しくわかりません。ので、えっ、ー、と、リアル参加の方は、会場費3000円のみで、こちらご参加いただけるので、ぜひご参加お待ちしております。はい。で、大丈夫ですかね。そんなところです。 はい、でこちらの動画はもちろん、うん、子供もも見ていいしお子さんも見せていただいてもいいしご主人にもシェアしても大丈夫です家族間は OK ですただし,ただし絶対に友達とか他の人家族以外の人には、えー、申し訳ございませんが見せないようにお願いいたします、はい、そこはもう皆さんとの信頼関係 おお約束で、えー、お願いしますいいですか皆さん親子、皆さんの家族のためのものなので、えー、それ以外ご主人とお子さんだけはシェアしていいですが、それ以外の方には見せてはだめですよっていうとこ。はい、よろしいですかはい、えー、ありがとうございました。うんはい、では、皆さんの えー、ご参加お待ちしております。